こんばんは、宮沢です。今日はですね、英語の仮定法のお話をしたいと思います。皆さん高校時代に英語をやってですね、仮定法というのを習ったと思うんですね。もう社会人になってさっぱり忘れている方多いと思うんですけども、この仮定法についてですね、私も最近、メルマガ読者さんいや、まあ、読書会のメンバーの皆さんとですね、まあ、一緒に英語の勉強を始めまして、で、まあ、仮定法を学び直したんですね。その時に、高校時代気づかなかったことに気づきまして、今日はそれについてご説明したいと思います。まあ、私はもう、受験勉強とかそういうことのために英語をやってるんではないんで、何かの問題を解くとかですね、そういうことはないんですけども、まあ社会人になってから仮定法を学んで、ああ、これはすごい重要な考え方なんだなってことを分かったことを皆さんにですね、シェアしたいということです。で、まあ読書会のメンバーの方と英語を学習するにあたってですね、ドラゴンイングリッシュ英文基本英文100っていうですね、参考書がありまして、これ有名な参考書なんですね。漫画にもなってるらしいんですけども、講談社から出てるんですけど、竹岡宏信さんという人が出してるんですね。で、この参考書買っていただいて、皆さんに、英文100個全部覚えてくださいというふうに言ったんですね。で、なおかつ、エーリヒ・フロムっていう心理学者の書いたですね、愛するということっていう有名な本がありまして、まあその第4章を原書で読んでいくという講座をやってます。で、まあ実際にやったところで、音声動画コンテンツにしてですね、販売しようと思ってですね、その原書購読の方ですね。で、そちらはまあ、もしご興味あればお問い合わせいただければと思います。で、まあ、とりあえずその参考書買ってもらってやってもらってまして、私も買ったんですよ、ドラゴンイングリッシュ。で、私が高校生の頃こんな参考書なかったんで、まあ、すごい評判いい参考書なんですね。で、買って読んでみたら確かにすごいいい参考書でした。僕の時は英文700選という先代から出てた伊藤和夫さんって方が書いた参考書全部暗記してたんですけども。まあ、英文の暗記ってのはすごい、英語力が伸びるんで、自分で昔やってみて、すごい英語の成績上がったんですよ。700文覚えたら。だから皆さんにもお勧めすると。で、700が多いんで、一応この100、基本英文100を覚えてもらおうと思ってやってます。で、この参考書の最初の1文目がですね、実は仮定法なんですね。で、まあ、著作権の関係もあるんで、全部勝手にご紹介しちゃいけないんで、引用の範囲内でお話したいんですけど、1ページ目に書いてある例文を読み上げますね。で、私、発音悪いんで、まあ、悪いのは申し訳ないんですけども、It would be dangerous to drink two bottles of whiskey and drive a car。ウイスキーのボトルを2本開けて車を運転するのは危険だっていう文章があります。で、It would be dangerous to drink two bottles of whiskey and drive a car。この解説として書いてあるのはですね、参考書に、英文を書くときは、現実か仮想かの識別が大切になります。日本語ではこの識別が曖昧ですから、英作文では間違いやすいポイントなのですって書いてあるんですね。で、どういうことかっていうと、ウイスキーのボトルを2本開けて車を運転するっていうのは実際にありえないって書いてあるんですよ、この続きに。だから、ここはウッドになるって言うんですね。で、これは仮定法、まあ仮想の表現ですね。仮定法未来ですかね。こういうことはありえないと。ありえないから、イットウッドなんだと。It is dangerous じゃないんですね。It is dangerous。ウイスキーボトルを2本開けて車を運転するのがよくあることであれば、It is でいいんですけど、ウイスキーのボトルを2本開けて車を運転するやつは、まあいないと。基本的にいないから、ありえそうもないと。仮想の話だと。だから、ウッドだって説明がしたんですよ。
で、まあ、それは、あ、なるほど。そうか。納得っていう感じがあるんですけども、日本語では、現実と仮想の識別が曖昧だって書いてあるんですね。で、このことの意味が分かってないと、なぜここがウッドになるか分かんないと。で、日本人がいかに現実と仮想をごちゃごちゃにして喋ってるかっていうのが、自覚がないんですね。で、現実と仮想を厳密に分けるっていうのはですね、英語圏の文法から来る考え方ですね。だから仮定法っていうのがあると。で、ドラゴンイングリッシュの2つ目の文章がその下にありますけど、読み上げますね。It is dangerous to cross a busy street before the light turns green. 交通量の多い通りを信号が青に変わらないうちに横断するのはとても危険ですっていう文章が、これ2つ目の文なんですね。で、これは仮定法ではないんですよ。It is dangerous なんですね。で、どういうことかっていうと、これは現実か仮想かの識別からすると、信号が青に変わらないうちに横断するやつはたくさんいる、ありえるってことなんですね。ありえないってことだったら、It would be dangerous to cross a busy street before the light turns green なんですけども、これは、皆さんも信号が青に変わらないうちに渡り出す、なんか渋谷の交差点とかもう、歩き出しちゃう人がたくさんいると。どんどん入っていっちゃうと、交差点に。だから、青が、に変わらないうちに横断する人、っていうのは見たことがあると。で、危険だけどやるやつがたくさんいると。で、そういうことは分かってるんですね。だから、it is 現在形だってことですね。で、1文目と2文目で分かれてるわけですね。1文目のウイスキーボトル2本あげるのは現実的にありえないと。だけど信号が青に変わらないうちに横断することはありえると。じゃあ、ありえるありえないかの判断っていうのはどこにあるんだって問題が出てくるんですよ、次に。じゃあ、もしかしてですよ、最初の文章がビール3号缶1本飲んで車を運転するのは危険だっていう文章はありえんのかどうかってことですね。ビール1本ぐらい飲んで運転するやつは結構いるかもしれないですよ。信号が青に変わらないうちに横断するぐらい。ってことは、じゃあ、It is dangerous to drink a bottle of beer and drive a car ってなるかもしれないですね。ビール3号缶1個開けて、まあ、ビール1本飲んでですね、車運転するのは危険だって文章ができるかもしれない。その時は、じゃあ、ウッドなのか、イズなのか、あ、ウッド B なのか、イズなのか、これは問題になると思うんですね。ウイスキーボトル2本は確かに飲めないですよ。だけど、じゃあどっからまでがありえないのかと。ビール3本はありえるのかと。どこから危険だと、現実にありえないっていうところになるのかっていう問題があるんですよ。で、これは非常に わかりづらいところなんですね。現実か仮想かの区別を誰がつけるんだっていう問題が出てくるんですよ。いや、俺は、ビール3号缶1本飲む、ビール1本、ビール瓶1本飲むことは、酔ったうちに入らないっていう人もいるでしょうし、まあ、法律上はいけないんですよ。飲酒運転ですから。いけないんですけど、どこまでがあり得る話なのか、法律の話は除いてですよ。1本開けて運転することがあるかもしれない。ウイスキーボトル2本は開けなくても、ビール1杯飲んで運転しちゃう人いるかもしれないですね。で、いるかもしれないってことは、現実にあり得るってことですね。あり得るってことは、ウッド B じゃないってことですね。いつだと。まあ、危険かどうかはまた別ですけどね。ということは、その程度の問題として主観的な問題になるってことですね。で、仮定法っていうのは、その主観に関わることだっていうことなんですね。だから、その書いてる人の主観が入ってるのが仮定法だと。で、それを説明するために、次のページに進みたいんですけども、
皆さんご覧いただいてですね、これ私の尊敬する副島貴彦さんという評論家の方がですね、英文法の謎を解くっていう新書出してるんですね。昔千曲新書から英文法の謎を解くで、ここに書いてあったウッドの説明があったんで、まあそれを読んだ時に、ああなるほどと思ったんですね。で、さらにそこから私が考えたことを追加してご説明したいんですけども、仮定法っていうのは何なのかっていう問題があるんですね。で、現実と仮想を区別してるのが英語国民だと、英語圏の人だってことを先ほど申し上げたんですけど、じゃあ現実と、個人的な主観ってどこで分かれんだっていうことをですね、これ説明したんで、説明したっていうか、その本に書いてある説明を、これからご説明します。で、一番下の丸三という文がありますね。これが現実の世界での、か、あの、表現になります。If you study hard, you will pass the exam。 これは、もしあなたがもっと勉強するならば試験に合格するだろうっていう文章なんですね。で、この場合はですね、これは現実の客観的な事実として表現している文章だっていうんですね。だから、もしあなたの客観的な能力から言えばですよ、もっと勉強するならば確実に試験に合格するだろうっていう意味なんですね、これは。だからもうこの人はですね、試験に合格すると、もっと勉強するなら、もともと能力があると、客観的に言って、まあもう B 判定、A 判定、B 判定ぐらい出してると。で、ちゃんと勉強すればもう確実に100%受かるっていう、客観的事実を述べてると。これが直接法現在ってことなんですね。で、直接法現在が表現していることは、科学的な確実性であったり、客観的な事実だと。で、科学的な確実性とか客観的事実って何かっていうと、まあ、2たす2は4だと。こういう客観的事実を述べるのが、直接法現在なんですね。で、これを一つ覚えておいてほしいんですよ。で、仮定法っていうのはそうじゃないんですね。主観が入るんですね。客観的事実ではないことを言うんですね。で、これ、丸一の文章ですね、上の方の。If you studied hard, you would pass the exam。 これは仮定法になりますね。で、これは、あなたがもっと勉強するならば、試験に合格するだろう。ということなんですね。で、これは仮定法になってると、どういう意味が含まれてくるかというと、あなたの能力をもってすれば、私の主観では、あなたがもっと勉強するならば、可能性として試験に合格するだろう。ってことなんですね。で、まあどういうことかっていうと、まあ C 判定、D 判定、合格ラインに乗ってないと50%以下かもしらんけども、頑張ればこれから、あと試験まで3ヶ月しかないけど、1日10時間ぐらい勉強すれば、18時間ぐらい勉強すれば受かるかもしれないよってこと言ってるんですね。で、そういう主観が入ってるってことですね、この文章書いた。私はこう思うと。あなたがもっと勉強、1日18時間勉強するなら、あと3ヶ月で、まあ、東京大学に受かるだろう、合格するだろう、可能性として合格するだろうと。可能性としてあるかもしれんと。まあ、五分五分ぐらいだと。まあ、もしかしたら3割ぐらいかもしれないけど、頑張れば。できんならいけるかもしれないよと。可能性はなくはないぞと。俺の主観ではっていうことですね。これが仮定法なんですね。で、さっき言った If you study hard, you will pass the exam。このまま勉強すれば、まあ1日6時間ぐらい勉強すれば受かりますよっていう、いつも通りやってりゃ2たす2は4っていう感じで受かる、まあ確実だなというのと、いや、本当に頑張れや、可能性としてなくはないと。ほら、厳密に分かれるんですね。ほら、真ん中で分かれるわけですよ。キリスト教が分けた線って書いてあるんですけども、キリスト教ってどういう宗教が、まあ、急にキリスト教の話になって申し訳ないんですけども、キリスト教って個人的な内面の話と客観的な現実を分けるんですね。で、その話はもうキルケゴルンと哲学書の説明で
してますんで、まあそちらの方聞いてもらえばいいんですけども、キリスト教っていうのは個人の内面で信仰することと現実の社会で起こっていることを分けるんですね。で、家庭法と直接法っていうのも、現実に起こっていることと主観的に思っていることは違うということを示す文法的なルールのことなんですね。だから、このまま勉強すれば受かる、合格するだろうっていうのと、いや、あなたの能力からすれば、私の個人的な意見でもしかしたら受かるかもしれないねっていうのは、これは厳密に分かれるわけですね。心の問題、頭の中の主観と、客観的にみんながそう見てて、大体客観的な事実だろうっていうのは、これを厳密に分けてるのが、英語っていう言語なんですね。で、日本人は、この主観と客観をごちゃ混ぜにして生きてんですよ。で、なぜそうなるかというと、キリスト教徒じゃない、キリスト教文化圏の国民じゃないからですね。だから主観で物言っちゃうんですよ。で、ほとんどが主観で、なんですよ。で、日本でしか通用しない主観をみんなで共同的な主観として支えてるところが多いですね。で、だいぶそうじゃなくなってきてはいるんですけども、日本人の中で一緒にこうだと思ってることが正しいと、客観的な事実だと誤解してるケースが多いと。これどういう時に現れるかというと、2たす2が4だっていうのは客観的な事実で、これは揺るがしがたいっていうのが、直接法現在ですよ。でも日本人からすると、いやー、今月売上5億円必要だと社長が言うとしますね。で、A 君と B 君が2億ずつ頑張って、あともうちょっと頑張れば5億いくと。2たす2は5だなと。2億円、2億円、君たちが1人ずつ今月頑張れば5億円になるかもしんないぞと。で、目標は5億円なんだから5億円だと。分かったなって言って社長が言うかもしれないですね。これどういうことかっていうと、2億円と2億円足して4億円なのが客観的な事実なのに、社長は5億円やれって含みで個人的な主観で言ってると。売上が足りないから5億円やれって発破かけるんですよ。じゃないと会社は潰れちゃうからって言って。でも2億円、2億円でいいって最初言ってたんですけども、朝令暮改で2.5億円、2.5億円やれって含みが入ってきたと。急に朝社長が言い出したと。で、いや、社長すいません。2億円足す2億円は4億円じゃないですかって。我々従業員としては4億円までが、社長とのお約束だったんで、客観的事実として5億円できませんって言うと、社長はですよ、ああ、君はそういう口答えをする面白い男なんだなと。そうか、って言って、じゃあ君のボーナスは次回30%マイナスだなとか。じゃあ君は他の支店に行っていいよって、転勤でいいよって、明日から来なくていいよって言われちゃう可能性なんですね。で、どういうことかというと、まあ、封建主義って言っちゃいけないですけど、2たす2は5だって言えって言われる時があるわけですね。で、客観的な事実を超えてですね、お上の主観でものを語ってることが多いんですね。それで、2たす2は4ですってはっきり言ってしまうと、上司やお上の人はムッとすると、客観的な事実を言われると怒り出す、あるいは聞かないふりをするっていう場合があるんですね。そんなことあるわけないって言われると困るんですけど、そういうことがあると。どういうことかっていうと、主観でゴロゴロ変わるってことですね。で、前、スタップ細胞はありますって言った女性の研究者いましたね。主観の中ではあるんですよ、スタップ細胞はありますって。で、客観的に事実としてなかったわけですね。でも主観で、科学者の割に主観的なことを言うわけですよ。スタップ細胞はあります。仮定法で語ってるわけですね。で、じゃあ100回実験して100回再現性があるならあると言えるだろうって言って、本人にやらせたらやっぱなかった、作れなかったわけですね。ということは、いや、本人が主観の中であるっていうものを論文に書いて客観的事実だって言ってしまったわけですね、あの事件というのは。だから、そうするとこれどうなってんだって話になるんですね。
論文の捏造じゃないかと、研究結果を勝手に変えてんじゃないかっていう話になってしまってると、すごい責任重大なわけですよ。で、科学的な確実性とか客観的な事実と主観的な願望は分かれてるっていうことが、日本人は厳密に区別して考える習慣がちょっと弱いと。日本語自体がそういう機能がないっていうのはあるんですね。客観的に見た姿っていうのは、そのまま書くっていう文化が明治維新までなかったわけですよ。それはどういうことかっていうと、よく言われるのは、イエズス会の宣教師たち、ルイス・フロイスとか来て、ルイス・フロイスってたくさん、本書いてるんですけど、そこに本を読むと、織田信長がどんな顔してたとか、秀吉がどんな身長でどんな顔してて、どんな喋り方するか、厳密に客観的な現実をルイス・フロイスは書いてるわけですね。だけど、日本人の資料の中には、信長とか秀吉がどういう人だったかっていうのは、客観的に書いてあるものは資料がほぼないんですね。だから、その当時の、織田信長とか秀吉のいた戦国時代の日本の様子っていうのは、海外の文献を見るとすごいよくわかるけど、国内の文献を見るとよくわかんないと。なぜなら日本人は客観的な現実を描写するっていう習慣がないからですね。でも、ルイス・フロイス、ポルトガル人だから、スペイン人のルイス・フロイスに会ったってことですね。ってことは、欧米圏の人は個人的な主観と客観的な現実を分けてると。欧米圏というか、キリスト教圏にいる人ですね。で、そういう人たちは、客観的に観察したことと主観的に思うことを分けて描写する、そこを厳密に区別するっていうことを、ずっと歴史的にやってきたんですね。それが近代化ってやつですね。モダニズムってことですね。だけども、日本人は個人的な主観でしかものを言ってないけど、それは客観的だと信じ込んでるってことですね。サップ細胞ありますって個人的な主観で押し通すってことですね。で、これはやっぱり、英語を学ぶ上で、乗り越えられない壁になっちゃってるわけですね。個人的な主観と客観的な事実を厳密に分ける癖をつけていかないと、いつまで経っても英語が上手くならないっていうことを裏返して言えばそういうふうになっちゃうんですね。で、仮定法が分からないっていうのは、仮定法みたいな考え方、主観と客観が厳密に分かれてるっていうことが、日本人には、なかなか理解できないところがあると。それゆえに仮定法でつまずく人が多いということだと思うんですね。と思ったんですね。で、もう一つ文章、丸二の文章ですね。If you had studied hard, you'd have passed the exam. あなたの能力を、これ仮定法完了形ですね。あなたの能力をもってすれば、私の主観では、あなたがもっと勉強してたならば、可能性として試験に合格していただろう。でもこれ仮定法完了なんで、結局受かんなかったって話なんですね。If you had studied hard、 もし勉強してたならば、もっと勉強してたならば、あなたは試験に合格してたのにね。でも、不合格だったね。気の毒だね。バカだね。ダメだね。っていうのは、ここに入るんですね。後悔の念が入るっていうんですね、ここで。後悔とか皮肉とか当てこすりが入ると。あなたがもっと死に物狂いでやれば受かってたのに、やっぱあなたはだらしのない人間だからやんなかったね。だから可能性としては1割ぐらい合格する、東京大学に合格する可能性あったかもしれないけど、やっぱり落ちたねと。ダメな男だねとか、ダメな人だねっていう、いうことですね。お母さん情けないよぐらいの 子供に言ってんだったらそういうことですね。でもやらなくてダメだねって、あんたってどうしようもないねっていうのが入ると。で、これが仮定法完了なんですね。これで主観が入ってるってことですね。私の主観であなたはやればできる、もしかしたら10回やりゃ1回受かるぐらいの、頑張ればいけるかもしれなかったけど、でも結局やんなかったと。1日18時間やるところ、1日2時間しかやんないかった時もあるとかですね。
怠けてたと。そういうことですね。まあ、例えばダイエットすれば痩せられるのに、結局12時に、カップラーメン食べてますね、みたいな。その例えは何だかよくわかんないですけど。まあ、結局できねえやつだなっていう主観が入ると、家庭法か、過去完了が入る。ってことですね。もしかしたら痩せられるかもしんないのに、結局食べちゃう人だね、ダメだねって。そういう主観が入ると。ねえ、どっかのスポーツジム、ライズアップとかどっかがですね、あなたが、ワークアウトすれば、あなた10キロ痩せますと。厳密にやれば、2たす2は4ですと。120-50は70ですと。120キロあっても50キロ痩せるプログラムを組めば70キロになりますよっていう客観的な事実がありますんでやってくださいと。そこに主観はありませんと。科学的な確実性で私たちの運営してるジムでは50キロ痩せられますよっていうと、これ客観的な世界なんで、直接表現罪ですね。だけど、主観的な願望になると、仮定法になると。もし50キロ痩せるプログラムをあなたが、私の主観でできるかどうかわからんけれども、可能性としてやれば、50キロ痩せて70キロになれますよと。やれますかって。多分無理ですよね。っていうのが仮定法、過去だと。で、こうやって分かれてるんですね。分かれてるのが英語なんですね。だから、英語国民、まあ、英語圏の人、キリスト教圏の人っていうのは、この真ん中に書いてありますけど、個人的な主観と客観的な現実を厳密に区別して考える習慣があると。この2つを統合して、生きてんですね。主観と客観がずっと分かれてる、ずれてるってことは別の世界だって思ってんですよ。それが神の国と世俗、ディビニティとセキュラリティは分かれてるっていう話になってくるんですね。で、これはちょっと難しい話なんで、またキルケゴールの音声とか、ニーチェの音声とか、カントの音声とか聞いてほしいんですけど、近代哲学ってのは、ニーチェでもキルケゴールでもカントでも、理性があるか欲望しかないかどっちかに分けてんですね。で、主観的な世界では理性があるって言ってんですけど、客観的な世界では理性ってもんはあるって分かんないわけですよ。欲望しかない。人間本能の動物であると。これが客観的な現実なんですけど、いや、私たちは魂があって理性があると。で、人間って素晴らしい生き物で、正しい行動をするんだっていうのは仮定法の世界ですね。で、主観と客観が分かれてるってことをずっと哲学的に厳密に議論してるのは、カントですね。イマニュエル・カントですよ。で、それを批判したり、それをまた進めてるのはキルケゴールであったり、ニーチェだったりするんですね。で、その表を使って僕は、ニーチェとかキルケゴールとか説明してるんで、またそっちは興味があれば聞いてほしいんですけども。で、戻るとですよ。まあ、これで大体分かっていただいたと思うんですけど、仮定法っていうのは主観的、個人的な主観が入ってるってことですね。だから私が、この主観ではあなただったら可能性としてこういうことはできますよと。私の主観では可能性としてこうなりますよっていうことを言ってると。これはあくまでも仮定、仮想の話だと。で、現実の話っていうのは直接表現罪で言うと。で、戻るとですね、ウイスキーを2本開けて車を運転するのは危険だっていうのは、これを書いてる人の主観だってことですね。でも私はウイスキーボトル2本開けて運転するのは危険だと思ってると。いや、ビール1本に関しては知らんと。ビール1本でも危険だと思いますよっていう人もいるし、これ書いた人の主観になるわけですね。で、おちょこ一口でも危ないと。奈良漬け食べても車を運転するのは危険だと。その識別をしっかりつけるわけですね。でも日本人はいや、イットイズでもイットウッドビーでもどっちでもいいじゃねえかと思うんですね。だったら信号が青に変わらないうちに横断するのはウッドビーでいいじゃねえかって思うかもしれないんですけど、ここにもう一つ事実がありまして、これは僕も、外国人ってお酒飲んで気づいたんですけど、外国人ってお酒の酔っ払ってても、まあちゃんとした人ですよ。まあちゃんとした人っていうか、まあ普通の外国人ならですよ。外国人って欧米圏の人ですよ。あなた今酒に酔ってんですかっていうと、いや酔ってないって言いますよ、基本的に。いや、俺はもう酔ってウェーとか言ってですね、ハイボール開けてウェーとか言わない、
ですね。で、どういうことかっていうと、いや、俺は酒を飲んでも楽しいけど、飲まなくても楽しいよって、いつもハッピーだよぐらいのスタンスでいるんですね。だから、いきなり酒席で酒を飲むと、頭にネクタイを巻いて踊り出すとか、そういうことをしないわけですよ。で、なぜそういうことをしないかっていうと、キリスト教圏とか、欧米圏っていうのは酒によって理性を失うっていうのはすごい嫌われるんですね。嫌がられると。で、外資系企業にいて酒を飲んで、酒席で暴れて、同僚の胸を揉むとかですね、いきなり裸になって踊り出したとか言うと、次の日行くともう席がないと。もう会社に来なくていいですよ。クビですよって言われちゃうぐらいのリスクがあると。ね、どういうことかというと、お酒を飲むのはいいんだけども、お酒を飲んで理性を失うっていうのは、恥ずべき行為だと、いうことだってですね、星の王子様ってサンデクチュペリの絵本ありますけど、酔っ払いが出てくるんですよ。酔っ払いのいる星に、星の王子様が言ってですよ。なぜあなたお酒を飲んでんのって言うと、お酒を飲むのが恥ずかしいから飲んでんだって言って、何もかも忘れたいから飲んでんだって星の王子様に言うわけですね。で、何もかも忘れて、酒を飲むのが恥ずかしいってのはアル中がいる、ヨーロッパのアル中なんですね。だから、酒を飲んで理性を失ってるっていうのは、もう恥ずかしいと。ドストエフスキーのマルメラドフっていう登場人物が出てくるんですね。子供を売春婦にして、その子供から金を奪って、居酒屋で飲んでるようなダメ親父がいるんですけど、もうこういう人はもう人間としても最低だと。軽蔑の目で見られると。神も許してはくださらないだろうという感じで見られちゃうんですね。ってことは、酒を飲んで理性を失うやつは人間じゃないっていう考え方があるんですよ。だから、ウイスキーボトル2本開けて理性を失って車を運転するやつはバカだっていうことが常識としてあるわけですね。で、そういうことするやつはありえないと。理性をなくして生きるやつは、ヨーロッパ人からしたら動物かなんかと一緒だと。人間じゃねえっていう考え方がどうやらあるみたいなんですね。だけど日本人はアルコールに寛容なんで、法律的にはダメですよ。酒気帯び運転も飲酒運転もダメなんですけど、お酒を飲むって酔っ払うことに関しては寛容なわけですよ。酔っ払って暴れたとかですね、酒席は無礼講でって、酒席の席なんで、すいませんでしたって言ってですね、ちょっと酔っ払ってて申し訳ないって、酔っ払ってたっていうのはその言い訳の材料になるわけですね。酔っ払って理性を失っててすいませんと。じゃあ情状酌量は聞きますぐらいになっちゃうんですけど、法律的にはならないですけどね。みんなの間で酔っ払って喧嘩しちゃいましたって言って始末書書けば許されるけど、始末書書いてもクビだっていうのがキリスト教圏だと思うんですね。これなぜかというと、麻薬の問題もそうですけど、とにかく、イスラム教もそうなんですけどね。イスラム教ってお酒禁止ですから、飲んでるムスリムもいるかもしれないですけど、飲んじゃいけないんですよ。なぜ飲んじゃいけないかっていうと、理性を失うからですね。で、理性を失うと、信仰心も失うって思ってるんですよ。ということは、ちゃんとシラフでいないと神にお祈りすることはできないっていうのは、キリスト教とかイスラム教の世界では当たり前なんですね。で、理性を失った状態であったら、神も仏もないわけですよ。わかんなくなっちゃって、動物になっちゃってるってことですよ。野獣と一緒だってことですね。だから酒を飲むのはいいけど、理性を失うまで酒を飲むなっていうのがあるわけですよ。それはキリスト教徒もイスラム教徒も、イスラム教はそもそも酒を飲んじゃいけないですから、豚肉は食べちゃいけないし、酒飲んじゃいけないですから。戒律でダメなんですからね。で、キリスト教は酒は飲んでいいけど理性を失うなってことですね。で、日本では酒を飲んで理性を失っても無礼講で許されるって、文化の違いがあるわけですよ。で、それはいい悪いは僕は言わないですけど、そういうことがあってウイスキーボトルを2本開けて車を運転するのは危険だっていう言い方が出てくると、ここにウッとビーって出てくると、主観的に俺は危険だと思うと。で、日本人からすると、いや確かに危険だけど、じゃあビール1本はいいんですかとか言い出すと。で、じゃあビール1本はどうなんだとかですね。法律的にはダメだけど、主観としてはやっぱビール飲んで運転するのも良くないとか。
はっきり言いますよ。俺の仮想ではありえないと。ビール1本飲んだって車運転するのはありえないことだから、ウッドビーだって言うかもしれません。そら、英語圏の人はですね。で、日本人からすると、いや、信号が青に変わらないうちに横断するんだよ。それは法律違反だから、これだってありえないじゃないかと。まあ、法律の問題としてビール1本飲んでやるのもいけないし、信号が青に変わらないうちに横断するのもいけないから、直接法現在でいいんじゃないかって思うかもしれないんですけども、酒を飲むってこと自体は理性とか信仰に関わることだから、強い主観が入ると。主観的に非難してる感じがないんですね。酒飲んで運転するなんてダメだと。ダメだっていうのはウッドビーだと。まさかやんないだろうと。やったらバカだぞ、お前。友達の縁を切るからな、ぐらいの。それ強い主観が入るとウッドビーだと。だけど、It is dangerous って言うと、いや、それは現実的に客観的に見てみんなダメだろうと。信号が青に変わらないうちに横断するのはダメだし、飲酒運転もダメだろうと。客観的なルールとして、客観的な現実としてダメなものはダメだっていうのは、イットイズですよ。で、主観的にダメだと、倫理的にダメだと、俺の価値基準からダメだっていう時はウッドビー。で、ウイスキー2本開けて運転するのはもう法律的にも主観的にもダメだってことですね。じゃあ法律的に良くても主観的にダメだって問題はどうだと。不倫していいのかとか言ったら、ウッドビーだと思いますよ。不倫は、まあ、ヨーロッパ、まあ、なんだろうな、モーゼの実家っていうのは、まあ、福音書もその他人の妻を、欲情の目で見りゃ、姦淫してんのと一緒だって言葉、マタイの福音書がありますし、まあ、モーゼの実家にも、姦淫してはならないって書いてあるわけですね。ちゃんとそういうディシプリンがあるわけですよ。自己規律っていうのは、神との約束したものがあるから、キリスト教徒であればですよ。じゃ、不倫は、していいのかと、不倫は危険なのかと。不倫は危険なのかっていうか、不倫していいのかどうかも、法律上は別に姦通罪とかないんだからいいじゃないかと。個人の勝手だろうっていうふうにすれば、家庭法じゃなくて直接法現在として捉えられるのかもしれないですけど、でも、やっぱり不倫も主観的にダメだっていうのは、キリスト教の考え方ですね。イスラム教においては不倫、まあ、姦通罪っていうか、まあ、最高刑死刑なんで、国によってはですよ。ダメなんですよ。法律、信仰上ダメだから、戒律上ダメなんですね。法律的にも、まあ、法律的にもって、イスラム法でダメなものはダメだっていうことだから、主観的な問題にならないわけですね。現実的にもダメだ。でも、キリスト教だと、いや、まあ、不倫隠れてしてるやつはいっぱいいるけど、俺はやんないって、俺はやんないんだったら家庭法でその人が、It to be dangerous ですね。人妻と恋に落ちることは危険だって、 It to be、 俺は危険だと思うと、良くないことだと思うと、まあ、家庭法で語るかもしれないと。で、家庭法で語る場合はやっぱ現実的にありえないよねと。でも現実的にありえないと思うよ俺はと。でも現実的にあり得る人にとってみりゃ、法律的にダメじゃないのとか、まあ何とも言えない、そう、まあ、そういう表現自体しないと思いますけど、そういうことになるということですね。だから英語は難しいですね。何が難しいっていうか、その現実と仮想の区別ですね。個人的な主観と現実的客観的事実を厳密に分けるっていう習慣がないと、ここが仮定法なのか直接法なのか分かんないですね。で、日本人は英作文するとき、これは主観的にあるのかないのかっていう主観的に考えたときの価値判断がないんですよ、本当は。で、ヨーロッパ人あるんですよ。なぜかというと、キリスト教徒だからですよ。で、福音書を一応読んで、モーゼの実戒とかを知ってるわけですよ。で、姦淫してはならない、神の名を乱に唱えてはならないとかですね、父母を敬えとか、他人の財産を欲しがってはならないとか書いてあるわけですね。で、そういうものに抵触することは起こり得ない。主観的に起こり得ないと。やっちゃいかんだろうという仮定法になるかもしれないし、いや、みんな客観的にダメだろうっていうのもあるわけですね。
あ、客観的にダメだろうっていうのは法律上決まってることですね。で、主観的にやっぱり倫理的に責められるべきだろう。罰則はないにせよ、ダメだろうっていうところもあると。それは、家庭法、過去なり、過去完了なりで、後悔のニュアンスを含めながら非難するとかですね、皮肉や当てこすりを言うっていう形で家庭法を使うケースがあるということですね。で、おさらいすると、主観と客観が分かれてるっていうのは英語だと。で、英作文する時もそこを厳密に意識してないと分かんないと。で、本当のことを言えばですよ、福音書全部読むとか、旧約聖書、出エジプト記と創世記ぐらいはやっぱ全部読まないと、英語でものを読んでも英語を理解したことにはならないと思うんですね。で、これはすごい僕は最近やっぱ思うようになってきたんですよ。で、そんなことできないよって思うかもしれないんですけど、逆にそこまでやんないから、いつまで経っても英語ができない人は多いんだと思うんですね。で、面白くないと。なんとなくよくわかんないと。で、暗記で家庭法を乗り越えていくと。If I were a bird, I wish I were a bird. もし鳥だったら飛べるのにな、みたいな変な文章を暗記させられるわけですね、家庭法で。で、鳥になりたいなんてこと考えてたことないのに、それだけ家庭法と、I were っていう、その家庭法だっていうのを、ありえない現実を家庭法、I were っていう表現で暗記させられるとかですよ。そうなっちゃうわけですね。で、そこでやっぱつまんねえなって思ってやめちゃうと。鳥なんかはなりたいなんて思ったことねえと。俺は、読売巨人軍に入りたいんだとかですね。日本代表に入ってサッカー選手になりたいんだとか。そう思ってんのにな、鳥なんかなりたいなんて思ったことは一度もねえぞって思って、英語が嫌になっちゃうと。そういうことですね。何がそういうことなんだかわかんないですけど。そこで興味がなくなっちゃうってことですね。で、これは分かれてると。そこだけ分かると家庭法がよく分かるようになると思います。ということでした。一応参考文献の話をしときますけど、ドラゴンイングリッシュ基本英文100ですね。竹岡弘信さんが書いてる講談社の本と、副島貴彦さんとかいう方が書いた英文法の謎を解くっていう、千曲新書の、ところからお話ししました。まあ皆さんも良ければ買って一緒に勉強できればなと思いますんで、まあ勉強したいという方はメルマガ登録して、まあお問い合わせいただければと思います。ということでした。最後まで聞いてくれてありがとうございました。以上です。